北国新聞ニュースをお伝えします。能登里山街道は今日から全線で対面通行が可能になり、被災地の復興が加速するものと期待されています。能登半島地震によって能登里山街道と能越自動車道は28箇所の大規模崩落を含めて178箇所で被害を受けましたが、その後の復旧工事が進み、7月17日には一部を除いて対面通行が再開されました。ただ能登里山街道は穴水町の能登大橋周辺で橋のたもとの盛り土が崩れて路面が損傷した被害が大きく、片側交互通行が続いていました。しかし国土交通省の金沢河川国道事務所が260メートルの区間で応急工事を進めた結果、今日午前10時から対面通行が開始されました。交互通行が解消されたことで奥能登と金沢の間はノンストップで移動可能になり、被災地の復興が加速するものと期待されています。イタリアに本社を置く客船大手のコスタクルーズが金沢港を発着するクルーズを来年も継続運航することを決めました。コスタクルーズ社は2016年に金沢などをめぐる日本海周遊クルーズを開始し、人気の旅行商品になっていました。しかし新型コロナの影響で運航中止を余儀なくされ、金沢港を発着するクルーズは5年ぶりに今年6月再開されました。再開された2本のクルーズは能登半島地震の影響で一部キャンセルが出ましたが、どちらもほぼ満員になり高い需要を裏付けました。これを受けコスタクルーズ社は乗客定員がおよそ3700人のコスタセレーナ号を今年に続き来年も2回運航させることを決めました。石川県港湾活用推進室によりますと、世界的な人気の高まりからクルーズ船の誘致は難しくなっているということで、担当者はコロナ前の実績まで回復するよう金沢発着の魅力や利点を PR していくと話しています。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞地方部の富田部長にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。白山市鶴木中学校の生徒会が自主的な企画による認知症サポーター養成講座を初めて開き、認知症の正しい知識や対応方法を学びました。部長、どうして中学校で講座を開くことになったんでしょうか。はい、鶴木中学校では生徒が毎月1回生徒会が立案した企画を行っており、これまでは挨拶運動など校内の取り組みを実施してきました。はい、学校の真向かいには福祉施設があり、去年の冬に施設を訪れ認知機能が低下した入所者と交流した際に認知症を学ぶことが大事だと感じたことから、学校で認知症サポーター養成講座を開くことにしました。なるほど。講座はどのようにして行われましたか。講座は地域包括支援センター鶴木が実施しているサポーター養成講座で、鶴木福村ハウス長の吉村正弘さんが生徒会の役員に対し認知症の症状や認知症と加齢による物忘れの違いなどについて説明しました。はい、その様子は映像で各クラスに配信され、全校生徒およそ270人が視聴しました。中学生からはどういった反応がありましたか。生徒会で3年の平礼さんは認知症の症状やサポーターについて学ぶことができてよかった、対応法を地域の高齢者との関わりに生かしたいと話しておりました。はい、鶴木は高齢化率が高く、今回の講座が認知症対応の力になればいいなと思います。はい、わかりました。ニュース解説、ここまで北国新聞地方部の富田部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。輪島港の刺し網漁船が11月の漁再開に向け、今月15日から試験操業を行うことになりました。輪島港は能登半島地震によって港の中で海底が隆起したほか、荷捌き所などに被害を受け、
漁のできない状況が続いています。しかし土砂の浚渫や被害を受けた施設の改修が進んできたため、輪島港を拠点にする天町刺し網実行組合はおととい開いた会合で、今月15日から試験操業を実施することを決めました。試験操業は七つ島の周辺などで10回行われますが、地震の影響で海底が盛り上がったり沈んだりしているところもあり、地震前との漁獲量の変化や網などが破損していないかなどを調べます。また現状では漁船をつなぎ止める港のスペースが限られているため、およそ60隻が参加する試験操業で、多くの船の出入りや荷揚げに伴う課題を洗い出し、11月の漁再開につなげたい考えです。今回の試験操業は水産庁の補助事業として行われ、人件費や漁船の経費などが支給されます。天町刺し網実行組合は、正月の地震以来一隻も漁に出ていない、一日も早く漁を再開できるよう努力していくと話しています。金沢美術工芸大学の学生が復興の願いを込めた壁画を描き、制作を依頼した民宿に飾られています。七尾市能登島高田町で民宿を営む瀬川隼人さん、由美子さん夫妻は、今年3月下旬に免許合宿で訪れた金沢美大生に、住民が元気をもらえる作品を作ってほしいと依頼しました。作品は11人の学生が5日間泊まり込んで制作し、縦 2.6 メートル、横 3.8 メートルの壁画が完成しました。学生たちは復興を願いながら、下のシンボル高田の火祭りの宝刀や鬼売りを色鮮やかに描き、壁画の中央には頑張らんかいね能登島の文字を入れました。制作を頼んだ瀬川隼人さんは、能登島の魅力を詰め込んでくれた、復興に力が入ると感謝し、金沢美大3年の星野瑞希さんは、見た人を明るい気持ちにできれば嬉しいと話していました。金沢の文化に触れてもらおうと、外国人を対象にした茶道の体験会が開かれました。この茶道体験会は、金沢芸術創造財団と KCS で作る金沢市芸術文化ホール共同事業体が企画しました。昨日の体験会には、旅行で訪れたおよそ30人の外国人が参加し、事業体が管理する金沢市文化ホールの中にある茶室寛成庵で一服を楽しみました。旅行者たちは表千家教授の布施宗美さんの指導で、実際にお茶を立てる作法を体験し、伝統文化の一端に触れました。この催しは来月と11月にも2回ずつ予定され、オーストラリアから夫婦で旅行中のトレバー・リースクさん62歳は、茶道は聖なる儀式だと感じたと話していました。北国新聞社は、能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は、能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんので、ご了承ください。直接義援金を持参される場合は、北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は、北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。
金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。金沢ケーブル加入相談会のご案内です。さあ、四ツ井さん、お得なお知らせはありますか？はい、この3日間はアルプラザ金沢にて相談会を開催いたします。買い物などの空いた時間に相談してみてもいいですよね。で、今回お得はあるんですか？新規ご契約の方には特典を盛りだくさんご用意しています。今回の相談会ではインターネットやスマホの申し込みのチャンスです。お、じゃあどんな特典があるのか教えてください。はい、インターネットに新規ご契約の方には5000円分の平和堂商品券をプレゼントします。さらに他社のインターネットからお乗り換えのお客様には違約金を最大3万円分まで負担させていただきます。お、最大で3万円まで負担してくれるなら、現在他の会社でインターネットを利用されている方は、解約しても安心ですね。さらに平和堂商品券ももらえるんですね。インターネットだけではなくスマホ料金の節約をしたいというお客様もお得ですよ。スマホをご家族で1台だけでも乗り換えでネット料金が月額1100円安くなり、インターネットが最安2950円で利用いただけます。会場では見積もりもしてもらえるんですか？はい、もちろんです。ぜひご検討ください。また事前に電話で来場予約の上、いずれかのサービスに新規ご契約の方にはサーティワンアイスクリームの500円分ギフト券が当たります。この3日間はアルプラザ金沢にて相談会を開催します。ぜひお越しください。スタッフ一同お待ちしております。はい、四ツ井さん、ありがとうございました。ネットとスマホのセットでもっとお得にしたい、そんな声に金沢ケーブルが応えます。金沢ケーブルはインターネット、ケーブル光と金沢スマホの双方を新たに契約すれば、ネット料金が月額1100円ずっと安くなるセット割を行っています。例えばケーブル光2ギガで金沢スマホをセットで契約した場合、月額料金は4380円から3280円となります。さらに北陸電力の電気料金を一緒に払う電気&ケーブルまとめ割を利用すれば、さらに330円安くなり2950円となります。このサービスでは金沢スマホの契約者が新たにケーブル光を申し込んだ場合や、ケーブル光の契約者が金沢スマホを新規に契約した場合も適用されます。ケーブル光の新規契約者には工事費最大47,300円を無料にします。さらに他社からケーブル光に乗り換えた場合は最大で3万円キャッシュバックします。金沢ケーブルのサービスのお申し込み、お問い合わせについては0120-751-114までどうぞ。